有名にならなくていいから。もう30年も頑張ってやってんだから、まずね。しみじみそう思う。養護犬も潰れたままにどうにかこうやってやってるんだもん。赤い水筒っていう松田水筒。じゃあ名前何にする人、うん、ちょうどあの頃流行ったんじゃない、水筒っていう赤い水筒っていう。でも私はなるべくピンクの水筒にして、赤い水筒ってお花もほら私もあれなんだけど、たまたま下の花先生今休むとお花が入ってないけど、赤い水筒ってないもん、あピンクだ、これはシクラメンだからね。